どうも西田です、えー、本日なんですけどもフルサイズ VSAPS-C そして、えー、キャノン VS ニコン VS ソニー VS ライカみたいなまあこの辺の話はよく盛り上がったりするんですけどこれ根本的に一回見直してみましょうと意味がないとは言いませんそのそれぞれのメーカーごとに色が微妙に違うよねとか APS-C とフルサイズだと、まあ、グラデーションの違いシャドー部の粘り違うよねとか。 ここはね、もちろん否定するところではないんですよね。ですが、今日なんですけれども、それじゃなくて、そこって実は写真上達、上達っていうのかな、写真の表現だったり上達においては、実は本当に、まあ、意味がないわけではないんですけれども、あんまり、あの、順位としては相当低いよねっていうお話をしていこうかと思います。これ、これからちょっと何回も何回も僕は何かあるたびに、今後皆様にちょっと 啓伝えていきたいなっていうところがありましてちょっと自分自身も写真作品を今販売していたりですねその概要欄の一番最初に貼ってありますスルール山井写真製牌所さんの EC サイトで作品を販売したりでその上でこういった写真集ですね写真集芸術出したりとかっていうふうな中で写真を 形づく、形にしていくっていうふうになりますとですね、本当の意味でフルサイズ APS-C だとか、えー、キャノンニコンソニーだとかっていうところは、一番本来 YouTube とかで皆さんこうやって動画をご覧いただくには非常に興味があるっていうか、えー、興味があるっていうより、まあみんなが反応しやすいジャンルであるんですけども、本当の意味での真実っていうところで言うとですね、実は今日一番言いたいのはアスペクト比って分かります比率。だから例えば、 フルサイズと呼ばれるカメラ APS-C というカメラありりまますすよね皆さん論争になります、えー、フルサイズ APS-C どっちがいいレンズが軽い安いそして、えー、1.6倍になるとかっていう大体この辺がそういった皆様のわーっていうお,お話話し合いになる時にはメインの、まあ、コンテンツというか、えー、話し合いの議題になりますよねじゃなくて APS-C もフルサイズもキヤノンもニコンもソニーもフルサイズ APS-C 全て これライカが作った規格のフルサイズといか2:3の要は3 5ミリフィルムの比率なんですよね。3 5ミリフィルムっていうのは2 4 × 3 6ミリのフィルムで,でそれで2:3の比率なんですよね。であの今の若い方って言いますかあの本当の意味でフィルム今フィルム撮影が流行ってるとかっていうんですけれどもあのデジカメがない時代からの フィルムの撮影をしている方だったらら今から話す僕の話すごく腑に落ちるというか実際に体験していたと思うんですけれどもそもそも昔のフィルムとかになりますと大判っ,っ,っていって 8x10 というねもうこのさもう,もうえー、っと2 5け2 0ぐらいのサイズですよね要は 8x10 だから4対5そして死の5と呼われる4対5ですよねまあそのぐらいのフィルム時代から比率は4対5ですよそののの辺が一番最初の写真の まあ、メインの比率だったわけですよね。とかブローニーフィルムって言ってねそのシート状にこうロールになっていて幅はもう決まってますよねえっと何センチぐらいかなあれが大体10センチ弱ぐらいだと思うんですけれどもなのでそこでどこまでの面を焼き付けるかっていうロールの中にねロール,のロールのフィルムの中にどこまで焼き付けるかっていうので645だったり66と呼ばれる1対1の正方形だったり67だったりとか69っていうのもあ,りあったりしましたよね。 っていうとところで考えると今までの僕ら、まあ、僕もそうなんですけど昔はじゃあ CD のジャケットの撮影だからえ1対1まあ最初からね CD のジャケット表1撮取るんだったら1対1もいいよねとかっていうアウトプットの最終的なあのアウトプットによってカメラって実は使い分けてたんですよ。ですがもうこの25年にわたってデジタルカメラ時代になったなりましたと。 そうなると、実は今、デジタル時代に選べる、えー、アスペクト比。先ほど申し上げました、あの、比率ですよね。これって AP、APS-C だろうが、えー、フルサイズだろうが、事実上2対3しか選べないんですよね。で、じゃあ次何がアスペクト比選べるかっていうと、こちら、マイクロフォーサーズ。これ、D、D-Lux8、マイクロフォーサーズと呼ばれるやつですよね。これが3対4。で、さらに、えー、今、ハッセルブラッドと、あと、富士の GFX。 系列ですよねあれはまあそもそも645のサイズのさらに一回り小さいミニチューバンなんですがあれも比率が645も2対3と同時にそのミニチューバンも結局、えー、ごめんなさい2対3で3対4645はね3対 4,、ね、3対4でそのミニチューバンの方今のハッセルブラッドの X2D とかかなとかフジオン GFX とかあの辺も3対4なんですよねだから実質あのもちろんね皆様例えばこう一眼で振って 使ってて、ミラーレスイッチが使ってて、最初からこのアスペクト比を変えるモードとかあるじゃないかっていうふうにおっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ほとんどのカメラがですね、じゃあ、そのアスペクト比を仮にです1対1にしてこう撮ってますと。だけど、それに適用されるのってほぼ JPEG だけなんですよね。もしかしたら、これはどうやら、この d ス u x トに関してはここにアスペクト比変更のダイヤルがついてまして、このモードがね。ここを切り替えると、ローデータでも2対3になったり、3対2になったり、16対9、16対9あったかな。 16対9だったり、えっと、1対1になったりっていうのがロ、ローデータでも最初から反映されちゃう、反映してくれるみたいなんですけれども、まあ、とはいえですね、なかなかこういう機能がついているレアだと思うんですよね。JPEG は変えられたとしても、じゃあ、ローで取っておいて、ローで、じゃあ、ロー現像しますってなった時には、やっぱり2対3で出てくること多数だと思うわけですよ。っていう中でですね、昔は本当に、あの、アウトプット、例えば、えー、女性誌、 昔だと例えば BB とかキャンキャンとかっていうあれぐらいの A4 変形のサイズで表紙でアウトプットするぞ立ち落として使うぞってなると67を使ってたわけですよねそこで初めてペンタ6 7とか RZ67RB67 とかを使ったりしていたとなのでやっぱりで今日は CD のジャケットの撮影じゃあ表1はハッセルでいこうとで中身に関しては結構小さいものに関しては645でいこうとか場合によっては枚数ちょっと稼ぎたいから人数も多いしっていうだったら3号 要は、えー、このフルサイト呼ばれる,いるあのロールのフィルムですよね 35mm フィルム今皆さんが使っている大体売られているフィルムですよねブローニー以外のっていうそういうふうな使い分けをしていたんですけれどもこのデジタル時代になってから僕ら僕もそうなんですよねだから完全にこのデジタル暗視というかデジタルカメラになった時にもうここ20年25年ぐらい マイクロフォーサーズ、そして中盤の世界では3対4がありますが、ほとんどのカメラ、キャノン、ニコン、ソニーで、まあもちろんこのライカとかも含めて、まあ、大体のほとんどが売れているカメラ、デジタルカメラのほとんどがキャノンとソニーとニコンで多分占められてますよね。もちろん富士フイルムもあったとしても。で、富士フイルムも X シリーズ、APS-C に関しては2対3。なので、多分9割5分ぐらいが、えー、今のご時世みんな写真を始めます。 写真を撮りますってやっててやこうやって撮る人に関してはほとんどの人がおそらくは2対3の比率でしかフレームを決めてないっていうここに気づいてるか気づいてないかっていうことが非常に大きいんですよね実はね。あとでトリミングすればいいじゃんとかあと今度はトリミング派とノートリミング派みたいな。 あのわちゃわちゃっていうそういった論争もあったりしますけれども今言った理屈でも分かりますよね結局トリミングするしないじゃなくてアウトプットは何なんだってじゃあ例えばこれ B5 これ B5 の整数かななので結局はここの比率も大体2対3ではなくまあそうですねまあたいまあそれこそ、えー、どれぐらいだろうなまあ3対4とかの比率に近づいてきてるわけですよねちょっと短いっていう形なわけですよなのでどっちみち フルサイズで撮ってるフルサイズで2対3で撮ってても横1で撮っても横がどっか削られちゃうんですよねっていうようにですねあのアウトプットで結局はトリミングいかにかかわらず出す媒体によって全然写真って変わってきちゃうとだからだったら一番写真が上達するとか自分のイメージをどんどん変更していくにはむしろアスペクト比が最初から違うカメラで 撮影した方がもっともっとクリエイティブだったりとか被写体を見る目とか意識とかが変わっていくんじゃないかっていうお話なんですよ。なので、えー、例えばですが、まあ、僕もちょっと理解し難いのが例えばソニーを持っていますとソニーのフルサイズのカメラを持っていって。 ニコンのカメラのフルサイズも買いましたっていう。こういうマウントを変えるっていうこと自体が、僕の中ではちょっとごめんなさいけど、かなりな、なんでっていう感じなんですよね。今言ったように、じゃあ仮にニコンが、仮にですよ、1対1、ハッセルブラッドの 503CW みたいに、1対1の半径のカメラを出してますと。 それを、だからニコンを使います。そしてソニーは2対3のライカ版の比率だから、えー、ソニーを使います。とかだったら確かにそうだよねっていうふうに。やっぱり、あの、1対1で撮ることによって比率がね、正方形のフォーマットでクォーターフォーマットで撮ることによってまた作品の見え方変わるよねとかっていうふうに納得はできるんですが、同じ2対3のあの、アスペクト比のカメラでメーカーが違うからといってそれを両方持つっていうのは、ちょっと僕の中では はてなが多いっていうでまあもちろんですがキャノンニコンそれにどのメーカー使っても大体フラッグシップになればそれ相応の機能といいますかそんな差はないですよね。なのでですね皆さんもちょっと一回考えてみていただきたいのが、えー、と我々は実はあの写真って何を撮るにも自由だったりするじゃないですか。ですがこのデジタル一眼レフが登場し APS-C なりフルサイズなりが CMOS センサーとして、まあ、昔は CCD でしたけど登場するんですがえっ、ー、とほとんどのカメラが、えー、アスペクト比がライカ版である2対3に固定されているんだなとでその前のフィルムの歴史とかにおいてはむしろ4対5がメインだったとで一番あのなんていうのかなあの 変化,変化しているっていうのはやっぱりある意味では皆さんスマホ逆にスマホは例えばこの iPhone とかと4対3なんですよね。なのでこの4対3か2対3の比率でしか、えー、と世の中を,をこまあ用意ドンで最初に切り取るっていうところですよね。そういうところでは2種類しか今この20年ぐらい我々はその決められた画角でね取らされているって言ったら大げさですけれども。 えー、そういう状況下に実はあるんだってことに気づけて僕自身が気づけてなかったのでちょっと結構大きな驚きなんですよね。もちろん写真集とかこうやって「芸術が「ボリューム10」とかこの3年から5年にわたって僕ももう15冊ぐらい出してるんですけれどもなので最近になっていよいよね 本格的に写真のプリントを販売するっていう風に携わるようになって、まあ、要は大四つ切りとか六つ切り八つ切りってなった時に久しぶりにそういえば昔フィルムでね撮影していた時に3号のフィルム要はライカ版の2対3って縦位置とかで撮ることが多いわけですよね雑誌のカメラマンとかやってると縦位置で撮ってる時に3号のフィルムって本当天地が相当切られちゃったりするんで立ち落としと言われるこの全面でね使う場合ね。 A4 変形とかだと大幅に切られてトリミングされちゃうので相当引きで取っておいた上に3五の小さなフィルムを伸ばすからまあ俗にう粒子も結構荒れてくるしってことを考えると2対3の比率ほんと使いにくいよなっていうイメージが改めてよみがえってくるといいますか横1で取るには結構収まりいいんですけれども2対3っていうのはね。縦位置になるととやっぱり3対4とかの こういうマイクロフォーサーとかの比率での縦位置っていう方が明らかにこうキュッとねどの、まあ、例えばワイドアングルだろうがパあの、まあ、ズームした状況だろうがやっぱり縦位置の収まりとか非常にいいよねっていうまあこれは個人差はあると思うんですけれどもただ改めてねやっぱりこの実は僕らって本当に自由に撮影 していく中でねあのもちろんプロとかだったらその使用用途に,使用用途に応じてねそういうふうに今僕が言ったように積み上げてるんですけどだから2対3のライカ版でも、まあ、6000万画素とかなるべく入りぞきを使って引いて取っておいてアスペクト比を自由に切れるようにしておくとただ今のウェブとかで使うっていう風になると,、えー、とその半径が逆に言うとレイアウトがかなり自由度は増してるのも事実なんでだか,かなり そのアスペクト表を気ににしなななくてていい時代になっるのも事実なんですよね写真の用途として。ですがやっぱ写真家としてとか皆さんも写真表現をしていく上においてはこの、まあ、分かりますよね正方形の1対1のフォーマットで例えばハッセルとかで覗きながらウエスレベルで取ってこう覗きながら取る画角の決め方と普通2対3の比率とで決めるとでは同じ被写体を取ろうにしても全然 まあ構図とか配置とかって変わるのわかりますよね。もちろん構図における黄金比とかってあるじゃないですか。例えばこう大無のようにこうやって引いてとか対角線を引いて垂直を引いたところが一番目がいくとか一対一とかだと全然そこが変わってくるわけですよね。あのその気持ちいい場所置く場所がっていうだからこれをあのいろんなフォーマットで撮ることによる自由な写真表現という風に考えていったときには今非常に僕らって本当に 選択肢が改めてててななくなっっいる時代なんだよねっていうここで、じゃあどうすればいいのっていうことにはなるんですけれども、だから結論としては、やっぱり、まあ、ここまでフルサイズのカメラしかないっていう状況か。なので、例えばですが、ハッセルブラッドを買いましたって方もいらっしゃいますよね。例えば YouTuber とかでも買ってる方いらっしゃると思うんですけれども、X3D 買いましたっていう。で、1億画素はやっぱり綺麗っていうような、まあ、 いた、うん、そういった流れですよねでも実はアスペクト比が3対4ですごくフレーミングが縦位置のフレーミングがすごく収まりがいいですとかっていう、えー、ご意見とかっていうのはほとんど出てこないっていう中でいかに僕らがその最初に決め込まれているアスペクト比2対3なのか3対4なのか6対7なのか1対1なのかとかっていうここに我々相当この20年間ぐらいでカメラメーカーが2対3しかないっていうところもありアスペクト比が。 かなり無頓着になっていたんだなっていうとこに最近気づいたわけですよね。だからどうしなさいっていうわけでもないわけです。ですが、ここに気づけているのかいないのかっていうところは、今後の自分自身もとってなんですけれども、写真表現において非常に重要な要素だよなっていうふうに改めて思ってるんですよね。なので、僕の場合だと、例えば、まあもう2対3で撮るのはしょうがないとしても、大体ちょっと、 えと自分の写真プリントの半径で言うとやっぱり3対4とかに近づけていくようなちょっと横をカットしたり縦一で2対3ライカバーに撮ったら上をちょっと点カットしたりとかっていうのをちょっと癖づけていこうかなとそれぐらいで作品を作っていとく方が結果、えー、プリントにする時にも やっぱりあの天地切られてきますからいや4対5ぐらいの比率なんですよねオリジナルプリントっていうの。でだからえ別に2対3でもいいじゃないっていうそれも全然悪くないと思います。例えば僕はこの写真展ゲイズの時に出したえー、とライカプロフェッショナルストア東京で出した個展やった時の写真展ゲイズですよね。この時に出したゲイズボリューム8に関してはこれわざとなんですけど表紙以外中全部2対3なんですよ。2対3で レイアウトしてもらってます。だからちょっと横長な感じ伝わりますよね。横長。これも喉またぎで2対3っていう。なんでかっていうと、ライカで全部撮った5なんで、全部写真もあえて2対3にしてあると。こういう風な設計がね、実は裏テーマでこれも、ボリューイトも入っていたりしてっていうところで。なんで、ちょっとアスペクト比を意識するだけで、えー、構図、よく構図が大事とかっていうの お習習いい事でも習いますよね写真が上達すれば構図が命とかでも構図が命っていう前にアスペクト比を意識していますかっていうここの一番根っこの根っこに立ち返ることによってこの根っこの部分が我々はあまりにも、えー、最初に構図を決め込む時に2対3で決め込む行為に慣れすぎているんだなっていうここの自覚をちょっと我々で 今後も含めてね、僕も何度も何度もここに関しては自分自身にも、えー、その意識を植え込んで意識していこうかなと思ってます2:3対3が当たり前じゃないんだよとだけど世の中のカメラはほとんどが2:3対3になっているんだねっていうなのでマイクロフォーサーズをあえて使う2.3分の 1CMOS センサーも3:4対4なのでこの辺に実はマイクロフォーサーズを を使っっていいいる方々も多くいらっしゃいますよねですがその方々のげ原始っていうかそういった方なぜ使っているのかっていった時には3対4の比率で撮影ができるからっていうところの、まあ、意見っていうのがほとんど出てこないっていうこの辺も何かやっぱ我々が抜け落ちている部分マイクロフォーサーズ僕はなのでこの D68 の面白さはやっぱり改めて、まあ、マイクロフォーサーズって、まあ、カメラ買ったの、まあ、本当オリンパスのペンの えとまだマイクロフォーサーズ時代とかのオリンパスペンの初代とか以来だと思うんですが改めて、うん、やっぱ3対4で撮れるのって面白いよなっていうでまあそこそこ高画質じゃないですかだからそれ以上いって GFX まあ GFX は色とか好きじゃないんで仮にまあでもハッセルバットも結局キャプチャーワンで使えないんでっていうところで僕がちょっと期待してるのはあのフェーズ1がなんか X2D みたいな あのー、ボディを出してくる可能性があるっていうキャプしたらキャプチャーワンでロー現像できますからフェーズワンがそういうちょっとコンパクトなレンズ交換式のもを出してきたらちょっと僕はもしかしたら、えー、画,質画質が綺麗だから買うんじゃなくてあの3対4の比率アスペクト比を使って、えー、写真を撮っていきたいから、えーそのまあ、ミニチューバンサイズの、えー、センサーのカメラを 導入するるっていうこういうううここことが起こり得るのかなとなので皆さんもぜひねマイクロフォーサーズをあえて使ってる意味っていうところに3対4のアスペクト比で撮影ができるとこの辺を考えながら撮影していくとですねまた、えー、我々が言っているもうフルサイズとか APS-C 論争キャノンニコンソニーの論争みたいなこういったところから一歩引いていやまあ純粋に、ね、アスペクト比一緒だよねっていう <laughs> こういう。 その根本の話が意外とですね皆さんスコーンと抜け落ちてるかなっていうふうに思っておりましてちょっとずつですが今日の動画で全部終わりとかじゃなく僕にしてもこれを旅の始まりみたいなふうに考えてましてちょっとこのライカでももちろん撮っていきますまあ正直これだけ小さくて一番よく映るカメラでもう本当 M 型 M11 しかないので今は使っていくんですけども ちょっとその2対3っていう意識をちょっとルーズにで特にやっぱり改めてこのブライトフレームっていうのはいいなと思いました2対3なんですけど大体で撮ってるんですよ2対3を意識するんじゃなくて厳密なフレーミングはブライトフレームじゃできないので大体これぐらいで撮るわけですよねで撮れた中から後で自分がいるところいらないところをこうトリムしていくんですけどもそれによってやっぱり えー、3対4っていうわけじゃないですが2対3にそう,そう束縛されるわけでもなくね、あのー、写真が撮れていってるっていうそういった意味ではまだこういった、まあ、ちょっとルーズなフレーミングができる、あのー、こういったレンジファインダーキーっていうのは面白いのかなと思いますが今のミラーレス一眼でねもうぞいたさなからそこがもうフィックスしてるわけですよね画像がそして2対3の比率っていう。これじゃ クリエイティブっていうところとか作品撮り、作品を撮っていくっていう空気性とか、この辺はなかなか出にくいよねって。改めて、フィルムをやる意味っていうところまでも、なんか、 もう一回最高の余地があると言いますか、まあもちろん2対3の,の 35mm のね、ライカ版の 35mm フィルムを使うのもそうですが、ブローに使うことによってフォーマットが変えられると。1対1で撮ったりとか、6 4 5だった2対3、3対4だったりとか、場合は6対7とかね。ここら辺が改めてちょっと考えていくべきところだなっていうふうに思ってる次第でございます。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田太でした。